はい、どうも皆さん、こんにちは。えずいこです。それでは今回なんですけども、g o t o e a t キャンペーンでオンライン飲食予約を活用すれば無限に、主な利用可能店舗やポイントの確認、食べログでお得な予約方法も解説ということで、今回は久しぶりの g o t o e a t に関する動画ですね。皆さん、g o t o e a t キャンペーンで無限に食事してますでしょうかこの動画では、今絶賛流行り中のこのキャンペーン、g o t o e a t を使って、食事を極力お得に食べれる方法についてお伝えします。動画の後半は、食べログでのお得な利用方法もお伝えしますので、 ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは、行ってみましょうということで、早速お伝えしていこうと思うんですけども、今回ピックアップをするのが、この2つの GoToEat キャンペーンの中でも、こちらのオンライン飲食予約についてお伝えをします。そして、その中でも予約、そして利用方法によって無限に近くなりますよということについてお伝えします。 ちなみにその無限の由来については今ねほんといろんなメディアでも取り上げられてるくら寿司無限くら寿司みたいな、まあ、そこから今回は引っ張っております、まあ、GoTo イ a トキャンペーンの中でもねオンライン飲食薬についてはこちらが一覧となっております で、今回この動画でピックアップをさせていただくのはこの赤枠の中ですね。まあ、僕の動画を普段からね、見ていただいている方であればご存知かと思うんですけども、4つのグルメサイトについては僕がこれまで動画で紹介をしたことがあるグルメサイトとなっております。そして今回はこれに加えて食べログもプラスアルファでお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。で、早速ですね、今回はまずグルナビからお伝えをしていこうと思います。ちょっと若干ですね、少し前の動画とテイストが似てるんですけども、ちょっと気をつけてほしいところもあるので、そこもぜひ確認してみてください。 で、グルナビで GoToEat を使って、もう無限に近い方法なんですけども、まず最初はグルナビで GoToEat 対象の飲食店を予約すると。で、主なですね、GoToEat 対象のチェーン店なんですが、牛角であったりとか、しゃぶしゃぶ温野菜とか、止めてバとか、まあチェーン店であればここら辺が有名かなと思います。他にも結構ですね、グルナビは最近めちゃくちゃお店が増えてますので、ぜひ、 ご自身の住まいの地域のところの飲食店をチェックしてみてください。で、それが予約できましたら、ランチタイムであれば7時から14時59分の間に500円以上のランチ、そしてディナータイムであれば15時から翌日の6時59分までの間に1000以上の食事をした場合、500ポイント、そして1000ポイントがもらうことができます。で、来店からですね、だいたい約8日後、8日後にポイントが付与されます。で、気をつけてほしいのは有効期限が60日までとなってますので、結構オンライン飲食予約の中でも早 方になるのでこここは気をつけて欲しいところでですねで実際にそのポイントが付与されてからまあ、8日後ぐらいかかるんですけどもそのポイントを使って500ポイントであったりとか1000ポイントを使ってまた改めてグルナビで予約をするとそうすると先ほどのまあ1番に戻るということになるので ほぼほぼね、無限に近い状態で食事を楽しむことができるということですね。まあもちろんね、若干の手出しはあるんですけども、お店によってはかなりお得に食事ができるのかなと思います。続きまして、ホットペッパーですね。こちら、前回のね、あの、カッパ寿司の動画のところにもちょっとお伝えしてるんですけども、ぜひおさらいしていただければと思うんですが、 まずはホットペッパーを使ってゴートイート対象の飲食店を予約すると。で、主な対象のお店なんですけども、チェーン店であればかっぱ寿司であったりとか、最近フレッシュレスバーガーも対象となりました。で、他にも夢庵であったりとか、シャブ用、ステーキガスト、イソマル水産とか、あと串カツ田中とかですね。もう本当ホットペッパーは尋常じゃないぐらい対象のお店が多いです。 そして、ランチタイムであれば500円以上のランチで、ディナータイムであれば1000以上の食事をすると。で、ランチタイムの場合は7時から14時59分、ディナータイムであれば15時から翌日の6時59分までとなっております。で、来店してから約7日後、1週間後ぐらいにポイントが付与されまして、まあ、有効期限に関しては先ほどのグルナビとちょっと近いんですけども、翌々月の末までなので、まあ、ちょっとだけ余裕があるかなっていう感じですかね。そして、その1週間後に付与されたポイントを使って、また改めてホットペッパーで予約をすると。そしたら、まあお得にね、食事ができると。 という流れになります。まあ、1週間なので、まあ、いいペースぐらいで付与されるという感じですかね。続きましてヤフロコですね。まずはヤフロコを使ってゴートイート対象の飲食店を予約すると。 で、ヤフロコで今現在だと、主な対象店舗であれば、串カツ田中とか、シャブシャブ温野菜とか、あとステーキ宮とかもありましたね。他にも串屋物語とか、あとステーキのフォルクスであったりとか、未来クとか牛角とか、まあ、そこら辺りがヤフロコで今ありましたね。で、同じようにですね、ランチタイムであれば500円以上、そしてディナータイムであれば1000円以上の食事をすると。でですね、ちょっとヤフロコの場合、若干時間帯が変わっておりまして、ランチタイムが10時から14時59分となっております。そしてディナータイムはランチタイム以外の 時間帯をディナータイムとするみたいでしたね。 で、来店からですね、約7日後にポイントが付与されて、有効期限に関しては60日と、まあ、若干短めの有効期限となっております。で、1週間後にま、ポイントが付与されるので、それを使ってまた改めて予約をすると。そしたらまたお得に食事ができるという流れになります。そしてもう一つ、グルメサイト、レティですね。同じように、レティで GoTo イ a t 対象の飲食店を予約します。で、主なね、対象のお店なんですけども、あの、全国的にあるようなお店が、未だにちょっとグルメサイト、レティにはちょっとなかったんですよね。まあ、九州であれば、僕が住んでる地域 で、ああれればばどんどんてっいいうううおお好み焼きととかを食べるようなお店でででですね、まあ、そこ対象感じでしたで同じようにランチタイムであれば500円以上、そしてディナータイムであれば1000円以上の食事をすると。で、時間帯なんですけども、ランチタイムは多分オープン時間から14時59分まで、そしてディナータイムであれば15時以降ということになっておりました。そして来店から8日後、8日後から14日後あたりに、 レティのクーポンが付与されます。で、有効期限なんですけども、2021年の3月31日までなので、まあ、いわゆるその GoToEat が開催されてる間の期間ということですかね。 で、そして、そのクーポンを使って、また予約をすると。そしたら、ま、さらにね、お得に食事ができるという流れになります。まあ、やっぱこのレティのいいところは、ちょっとまだ対象の飲食店がまだそんなに多くはないっていうところではあるんですけども、クーポンの有効期間が3月31日までということなので、まあ、今のうちにね、ガッとこう、クーポン貯めて、その後に一気に使っちゃうっていうことも結構ありだなというふうにも思いました。そして最後に食べログですね。まずは食べログで GoTo e a t 対象の飲食店を予約をします。 で、同じように、ランチであれば500円以上、ディナータイムであれば1000円以上の食事をします。で、時間帯なんですけども、食べログを見る限りは、6時から14時59分がランチタイム。で、ディナータイムであれば、15時から翌日の5時59分までがディナータイムということになっております。で、来店からですね、 8日前後ぐらいでポイントが付与されるということになっております。で、こちらもですね、期限が来年の2021年の3月31日までということになってますんで、まあ今のうちにバッとこうポイントを貯めて、改めて、この期限に近くになるにつれて、その時に使うのもいいと思いますし、もしくはね、今回のやり方を使って、もうすぐにポイントを利用して予約をしてっていうのも全然ありだと思います。そしたらまあさらにね、お得に食べれるという流れになりますね。 で、ここからなんですけども、まだちょっと食べログでの予約の方法について動画で紹介してなかったので、今回は、まあ、いつものこのテンプレートに沿ってね、食べログを予約してみましたので、参考にしていただければと思います。まずはいつも通り、どのポイントサイトがお得かということで調べてみたいと思います。 ま、これ何度もお伝えしてると思うんですけども、ポイントサイトオーナー検索どことというサイトなんですけども、この僕が予約した11月7日時点予約した日ですね。この日であれば、どのポイントサイトがお得かということで調べます。で、このクーラーの中に、食べログという風に入れて検索をかけたら、ま、一覧がざっと出てきます。で、いろいろ出てくるんですけども、食べログのコースとかいろいろ出てるんですが、そうではなくて、普通に食べログと書いてるところですね。で、今回僕が使ったのが、このいつも通り笑うですね。ポイントサイト笑うを使えば、今現在11月7日 7日時点であれば50円相当がもらうことができます。ですけども、日によって変動がありますので気をつけてください。そして、ま、調べることができましたら、早速ポイントサイトの笑うにアクセスをしていただきまして、個々の提携サービスを探すというところをタップします。そして、食べログと入れて検索をかけます。そうすると、食べログ2つ出てくるんですけども、普通のこの食べログ500ポイントと書いてるところをタップしてください。そうすると、食べログの詳細画面が出てきます。500ポイントって書いてるんですけども、ま、笑うの場合、これは50円相当に該当します。 で、下に画面を下がっていただくと、ご覧のように、まあ、注意書きとか獲得条件というのが出ています。まあ、電話予約であったりとか、アプリからの申し込みとか、そういったのが対象外ですよっていうことなんですけども、まあ、普段からね、僕ここを読んでくださいって動画で言ってるんですけども、まあ、早速ちょっと僕やらかしてしまったんですよ。何がやらかしたかというと、 この中に書いてる通り、ランチ予約は対象外って書いてるんですよね。いや、ほんとね、今回僕、この動画撮ったのが、ランチタイムの予約を撮ったので、これ予約撮った後に気づいて、うわ、もうやってしまったと思ったんですけど、もう予約を入れてしまったんで、もう今回はこのまま進めたいと思います。皆さんはちょっと使うときはね、気をつけてください。で、このままポイント貯めるというところですね、タップしていただいて、で、そうすると食べログの画面に切り替わります。で、全国のお店の情報が出てるので、ここで条件変更というところをタップしてください。 そしたら、今出てるような情報からですね、フィルターをかけていただきます。で、行く日付と人数を選択してください。でですね、ちょっとこれ僕がびっくりしたんですけども、あの、食べログが GoTo ートキャンペーン始まった時に、だいたい僕が行こうと思ってた店が、だいたい2人からだったんですよ。ですけども、まあ、いつぐらいからわかんないんですが、なんとですね、1名から予約ができるお店が結構増えててすごいびっくりしたんですよね。なので今回はちょっと食べログをピックアップさせていただいてます。で、条件を入力して決定をします。で、あとですね、 ここもちゃんと入れてください。チェックマークですね。GoToEat キャンペーンの対象点と、ポイントがたまる、そして使えるというところをチェックします。で、検索をかけていただくと、今、フィルターをかけたお店の情報がずらっと出てきます。まあ、今回ね、僕がピックアップをさせていただくのが、この博多もつ鍋大山、博多一番街店ですかね。こちらを今回利用させていただきました。 で、お店の画面に入るとですね、こんな情報が出てきまして、今回利用させていただく時間帯をですね、タップしました。そうしましたら、ご予約の席とか予約のコースっていうのがあるんですけども、僕は特に指定がなかったので、カウンターでコースも指定しないで進みました。 で、今回僕ですね、ちょっととある理由でポイントが溜まってるんですよ。少し前にちょっと大阪の方に行ってきまして、その時に、まあ友人と一緒に食べログを使って GoTo イートで予約をして、ちょっとそのポイントが溜まってるんですよね。ありがたいことに。で、今回はその溜まったポイントをせっかくなので使ってみたいと思います。で、このクーラーの中に1000ポイントという風に入れて、で、予約をしたらご覧のように、予約を受け付けましたという風に出てきました。これで予約は完了ですね。で、お店に行ってきた時の動画がこちらですね。 ということでお店に行ってきた時の動画でございました。まあちょっとね、福岡に住んでてあまりもつ鍋屋さんに行くことってほとんどなかったので、かなり新鮮でしたね。まあこちらはもう今 PayPay ペペで決済した画面なんですけども、内訳をお伝えすると、もつ鍋のランチが税込みで1738円ということで、まあちょっと贅沢なランチですね。で、それを今回食べログの GoToEat のポイントを使って1000ポイントを使わさせていただきました。そして PayPay ペペで決済をしたら、 1000円引きにしてもらって、実際に払ったのが PayPay ペペで738円ということですね。普段ね、なかなか食べることがないので、かなり個人的にはお得だなというふうにも思いました。 で、一応ですね、こちらのテンプレートを埋めたいと思うんですけども、こんな感じとなっております。<laughs> ま、先ほどお伝えしたように、早速ね、ちょっとや,やらかしてしまったので、ランチはポイントの対象外だったので、笑うのポイントは0円相当。そして、オンライン飲食予約として、食べログであれば、GoToEat のポイント、ランチタイムが500ポイントということですね。そして今回は PayPay のキャッシュレス決済を行って、VisaLinePay クレジットカードをワインモバイルのまとめて支払いを使ってるんで、実質3.5%分の還元を受けることができたということですね。 まあそんなこんなで今回は GoToEat キャンペーンを使ってうまく利用すればほぼほぼ無限に近く食事ができますよということについてお伝えさせていただきました。 いや本当ね、ここ最近すごいメディアで蔵寿司が、まあ無限蔵寿司っていうのが取り上げられて、なかなかその予約は取れないっていうこともね、ちょくちょく聞いてるので、まあ今回お伝えした動画の方法であれば、スパンは長くなるんですけども、無限に近くね、食事ができるのかなというふうにも思いました。まだ僕自身もね、使ったことないグルメサイトも結構あったりするんで、またちょっと新たな発見があればその時また動画にさせていただきたいと思います。 で、過去のね、オンライン飲食予約の方法については、下の概要欄にリンクを貼っております。例えば、ホットペッパーグルメとか、レティとか、そういった方法について解説をしてますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。そして、ポイントサイト、わらんの登録がまだの方いらっしゃいましたら、こちらも下の概要欄に登録のリンク貼っておりますので、詳細気になる方はぜひチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。